風船、風船、風船、バルーン、とは、ゴムや、紙、ビニールなどで作られた袋の中に機体を入れて、膨らませて使われるおもちゃである。機体が、水素やヘリウムといった、不要性のあるガスの場合には、さらに持ち手となる糸やリボンを装着することがある。風船は、玩具のほか、反則、ギフトやイベントなどのバルーンデコレーション、風船飛ばし、バルーンリリース。 スポーツ応援、大道芸を含むバルーンアート、手品、科学実験イベント、風船バレー、風船割りなどのレクリエーションスポーツや、遊戯施設、食品放送、医療分野などに使われているが、最も用途が広いのは、ゴム製の風船である。また、風船の道義語として用いられる、気球という名称は、気象観測用ゴム気球や、アドバルーンと呼ばれる、気球広告、 常用の熱気球など、より実用的な用途のものに対し用いられることが多い。なお、日本の大正、昭和期の文学作品に登場する、風船玉という言葉は、現在のゴム風船のことである。現在風船を示す場合、ゴム風船か、マイラーバルーンを示す場合が多い。ゴム風船とは、天然ゴム、ラテックスを原料に作られた。 伸縮性の大きい風船の総称で、バルーン業界では、ラテックス風船、ラテックスバルーン、ラバーバルーンと呼ばれることが多い。ゴム風船のサイズは、日本国内に出回るバルーンアート用をはじめとする、ゴム風船の多くが、海外のバルーンメーカーのブランド製品が多用され、また多くが、製造拠点も海外にあることから、吹き後の横幅を、インチ。 1>, 1インチイコール2.54センチメートル単位、また大型の風船は、フィート、1フィートイコール30.48センチメートル単位で、ヤードポンド法表記されることが多い。また一部の日本製の風船は、5、寸、丸や、2寸6分、1000丸など、独自のサイズ規格で表記される。なお、小口で市販される、パーティーグッズ用の商品にはセンチメートルなど、 メートル法くらいでも表記されるが、玩具用途の商品では、サイズ表記もないことも少なくない。市場には9インチから11インチ程度の大きさの風船が最も出回っている。しかし商品に明記されるサイズはあくまでも目安である。それは市場に出回る数多くのゴム風船は現在では、風船型の紳士を、はじめ多くの工程を機械化したオートメーションで製造されるが、各、 メーカーごとに風船の製造法が異なることや着色や下流に必要な加熱の時間を短縮させるために入れられるゴム添加剤の配合が違うためゴム膜の厚みや伸長率、膨らましやすさなどゴム風船の特性に少なからず影響を与えさらに製品には経年変化による劣化の影響もあるからであるまた市場に出回ることは多くないがハンドメイド 手作りで製造されるゴム風船もあり、同じサイズで納品される商品でもゴムの厚みなどに、ばらつきが出やすいが、一方で、ゴム風船の特性の微調整が可能で、用児でも膨らますことのできる玩具の毛笛用風船は、職人の手作りにより製造されている。毛笛の笛は市販の強度のある風船に付け替えても、うまく、音が出ない。ゴム風船は通常は規定サイズを超えて膨らませ、 続けると、口元の方に向かって膨らみような指状となり、ついには大きな音を出して破裂する。また風船を針などで刺すとその穴から一気に破裂する。ゴム膜が弾け飛ぶ運動は瞬間的であるため、高速度撮影、ハイスピードカメラの格好の素材であり、また、風船の破裂音は、ピストルの合法音とともに、単発音源にも使われることがある。バルーンアートを行う人は、 割ることも仕事であり、破裂音に慣れている人が多いが、健常な聴覚を持つ、一般人の多くは、花火やピストルの音などと同様に近くで風船の割れる音に反応し、中には精神的に不快に感じたり、風船嫌いや風船恐怖症のように風船の割れる音に恐怖感を模様すもいる。ゴム風船の色については、バルーンアート用との商品において特に種類が多く、 その質感から次のように大別されるがメーカーにより故障も違うことがある。またメーカーにより独自のバリエーションのカラーシリーズが設定されていることもあり、同じメーカーの同じ色の銘柄であってもカラーシリーズの違いにより指揮感が違うことも多い。他にもマーブル、大理石模様、アガト、目の模様や工実のパンチバルーン、羽衣風船のように複数の色の液体が 絡み合ったようなデザインの商品もあり、こちらは風船の型を複数のゴム液に紳士して製造される。また、洋々風船に描かれた不規則な曲線模様は、半製品のついた風船型を着色したゴム液に回転させながら垂らし落とすことにより製造れる。なお、複数の色の商品を詰め合わせた商品は、アソート、アソートメントと呼ばれる。 その他オリジナルの動物の漫画の書かれた漫画風船をはじめ、規則的に水玉や星など配置したものや、地球儀など、バルーンアートや装飾に多用されやすい柄、誕生日、季節行事、周年行事、結婚式などで汎用的に使いやすいデザインを印刷した出来合いの印刷風船は、プリントバルーンという、プロ野球球団の内リジェット風船や、 アニメなどの著名なキャラクターなどが印刷されたものは各団体や玩具メーカーのグッズとして市販されている。企業名などのオリジナル印刷の風船については内入れ風船についての項を参照。ゴム風船は膨らまし、絞ませることを数度繰り返すとゴム膜が伸びやすくなり新品の風船より大きく膨らませることができるが耐久性は低下する。また膨らませたゴム風船を 屋外の直射日光や排気ガスなど、媒円や、陣愛の多い場所やエアコンなど、通風の多い場所に放置すると、紫外線や、酸化の他陣愛の付着などで、ゴム膜の劣化が早まり、膜の艶や光沢、透明感を失い色が白みがかり破裂することがある。その他、直射日光や強い照明による熱で風船の中のガスが膨張し、破裂を引き起こすこともある。ガス風船とは、 一般には不要性のある水素ガスやヘリウムガスを注入したゴム風船やマイラーバルーンのこと。日本では昭和末期までは風船配布や風船飛ばしに水素ガスが用いられることが多く、水素を入れたアドバルーンやガス風船が爆発事故を起こすことは珍しくなかった。1953年の銀座チョコレートヨップ爆発火災など、水素を入れた理由として、 ヘリウムガスより水素ガスの方が浮きやすく、日本は国内でヘリウムを産出できず高価な一方で、石炭ガスなどから生成できる水素ガスが安価だったことがある。しかし現在では、インカによる爆発の危険を排する目的から、業界内の自主的規制により特別な事情がない、限りヘリウムガスが使用される。ヘリウムを入れた浮く風船は、デパートの祭事や遊園地などで、 子供用の玩具として配られたり販売されることが多い。ヘリウム入りの風船を膨らまし配布する作業を効率よく行うために紐やリボのついた風船用資材が多く作られており、風船の口を巻き付けて固定するプラスチックや紙製の留め具をクリップ、ゴム風船の口にはめた状態でガス注入ができる逆止め弁付きの留め具をバルブとこれ。 このクリップやバルブを用いたヘリウム入り風船の配布は数多く行われている。配布用のゴム風船は休憩、ラウンド型では9インチや11インチのサイズが一般的。なお7インチや5インチなどの小さいサイズの風船は風船に入れるヘリウムガスの浮力が風船自体の重さに負け浮かないため不要目的では使用されない。ガス風船には浮力があり、 球場の風船本体のみでは扱いにくいため、持ち手となる糸やリボンが取り付けられることが多い。風船棒と呼ばれるプラスチック製の棒が取り付けられることもある。また、子供などが誤って空に飛ばさないように浮力を相殺するだけの重量の重りが取り付けられることもある。口述するが、特にマイラーバルーンでは素材が生分解されないために、 ほぼ必ずと言っていいほど重りが装着され、リリースされることを防ぐようになっている。ゴム風船にヘリウムを充填すると、時間の経過とともに、ゴム膜の分子の間からヘリウムが抜けていき、やがて浮力を失いしぼんでくる。以下にヘリウムガスを充填した、ラウンドバルーンの浮力、ガス量、不要時間の目安を示すが、ゴム風船のガスの抜けやすさは注入するガスの種類によっても異なる。 蒸気のゴム風船の不要時間は、ゴム膜のガスバリア性を高めるコーティング剤の使用や、ガスバリア性の高いフィルムバルーンの中に、ゴム風船を入れて膨らませる、インサイダーバルーンの手法によりバすことは可能である。ヘアスプレーを膨らませた風船の表面に吹きかけるのも、不要時間を伸ばすのに効果がある。ヘリウムガスを注入する方法としては、主に以下の方法がある。なお、日本には、 無人でヘリウムガスを風船に自動的に注入し販売する自動販売機があり、ゴム風船を販売するファンキーバルーン、池本車体工業、マイラーバルーンを販売するアルミバルーン全自動販売機、ハンダなどがある。2012年には世界的なヘリウム供給不足が発生した。原因はアメリカでの設備トラブル、新興国での需要増などが考えられている。 このため、東京ディズニーリゾートでは2012年11月21日から、パーク内でのヘリウム風船の販売を休止した。水風船とは、水を入れて使う用途に使われるゴム風船及び水を入れた風船の総称である。一般に水を多く入れた風船は落下させるなど、衝撃を与えると大きく変形し破裂しやすい。また、アイスクリームや羊羹、プリン、豆腐などを入れる。 食品包装用のゴム風船もある。洋用,用風船には塩化ビニール製、熱化素製エラストマーのものも登場している。マイラーバルーンとは、ポリエステルポリエチレンナイロンなどの素材にアルミニウムを蒸着させたフィルムに逆止め弁をつけて貼り合わせたバルーンのこと。マイラーは、米国デュポン社の強化ポリエステル製フィルムの商品名であるが、視覚的に金属質の光沢があることから、 別名 UFO 風船、アルミ風船、メタリック風船、メタリックバーンホイール風船、あるいはそれらの名称の風船をバルーンと読み替えた名称でも通用するほど多くの名称が使われている。その一方でアルミニウムを不使用のマジカラーやガスバリア性の高い CR フィルムを使用した CR バルーンと言われる光、透過性マイラーバルーンも登場している。現在では 露店販売を含め、主に販売向けの風船として、ゴム風船に代わり取り扱われることが多くなった。マイラーバルーンは、ゴム風船に比べ表面の印刷に自由度がある。また形状も、基本的には、楕円体のものが多いが、ハート型やドルフィンの形状のバルーンをはじめ、ビーチボールやスイカなどのデザインの請求体のものや、人気キャラクターの形状に近い複雑な形状の、 バルーンを製作しやすく、サイズも大型化が容易というメリットがある。フィルム素材もゴム風船に比べ、ヘリウムガスが抜けにくいのが特徴である。ヘリウムガスをゴム風船に入れると不要時間は1日も持たない場合が多いが、マイラーバルーンでは種類によっては数ヶ月持つ場合もある。マイラーバルーンのフィルムには、クラレのエバールやベー、トーレプラスチックのランギフなどのフィルム素材が使われる。 ことが多い。マイラーバルーンには通常は重りをつけて飛ばないようにする。これは生分解性が低く風船飛ばし、バルーンリリースに向かないことに加え、導電性のアルミニウムを乗着したマイラーバルーンは電線や電車の架線に近づくことにより、ショート事故が起きると電気系統や交通機関の障害で多くの利用者に影響を及ぼすからである。 マイラーバルーンにはこの他にも、空気を入れて使う代償様々なマイラーバルーンや、スティックバルーンが多数販売され、販促などに用いられているほか、動物の散歩に見立てたお散歩バルーンや、ラジコン飛行船、ヘリウムガス入りのレクリエーション遊具、ホバーディスクなど様々な商品が販売されている。紙風船とは、紙製の中空の玩具で空気を吹き入れて、 手で打ち上げて遊ぶ玩具の総称。核風船や紙でまりなどの紙風船は、ゴム風船同様、富山梅薬をはじめ配置役の行商人が子供におまけとして配ることあった。紙などを原料とする環境風船もあるが、大抵はアトラクション用ではなくイベント参加者の手放しで行う風船飛ばし専用の風船である。環境風船とは、 自然環境に放出した場合の影響を配慮して作られた紙や生分解性素材を原料とする風船の総称のこと。1990年、平成2年に日本で起きたゴム風船による風船飛ばしの自粛運動の影響から環境に配慮した風船飛ばし用の紙風船が誕生し、現在では紙に加えて生分解ポリオレフィンやオブラートを使いた 環境風船も開発され市販されている。環境風船は一般にゴムとは違い素材の伸縮性は乏しく膨らました。風船は機械的強度が弱いのでゴム風船によるバルーンリリース用のネット、モウで大量に詰めると圧迫により破損することからもっぱらイベント参加者の手放しや専用ボックスによる風船飛ばしに用いられる。また素材によっては 水溶性で水滴がつくだけで穴が開くものがあり保管場所に注意が必要である。一般にこのような環境に配慮した環境風船はゴム風船に比べ効果である。環境風船はリレハンメルオリンピックと長野オリンピック広島で行われた1994年アジア競技大会ではハト、折り鶴、大会エンブレムなどの形の紙 生分解ポリオレフィン風船が放転された。長野オリンピックではその鳩型の生分解ポリオレフィン風船が新越、関東、東北など国内各地に飛んだが、1個がアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスで見つかり、話題になった。酢酸ビニル風船とは、酢酸ビニル樹脂をアルコール類で溶解し、金属製チューブ容器に入れた風船玩具のこと。 膨らませるには付属のストローの一辺にチューブの内容物を丸くつけて、ストローに息吹きゴム。商品名に、ポリバルーン、石原ポリケミカル工業、トラバルーン、トラや、プラバルーン、デビカなどがあり、一般には、玩具は、商品名で知られている。作酸ビニル風船は俗に、風船玉と呼ばれることもある。日本では、ゴム風船は、玩具店をはじめ、百貨店、 スーパーマーケットからコンビニエンスストアまでの幅広い分野の小売店の玩具、文房具、バラエティグッズ売り場などで市販されているが、マイラーバルーンやバルーンアート用途や円日などで多用されるゴム風船はバルーンショップなどの専門店でないと入手できないことが多く、インターネットによる通信販売が専門店により割れていることが多い。風船は玩具として手でついたり、 屋内で飛ばしたりして遊ぶ用途のほか、以下のような目的でも用いられている。ヘリウムガス入り風船、実際には機体あるいは液体を密封した風船全般は航空法施行規則の輸送禁止品の人に危害を与える恐れのあるものとして航空機内への持ち込め及び、積載が禁止されてお、一部のマイラーバルーンの中には、その旨が表記されている市販品や、 テーマパーク商品、反則配布品もある。航空機へ持ち込む場合には事前に風船のガス抜きをする必要がある。ゴム風船の場合は風船の口を解いてガス抜きを行う。マイラーバルーンの場合は市販のストローをガス注入口から奥まで差し込むと中の逆止め弁が解放されガス抜きを行うことができるものがある。なお、 バルーンショップで製作された空気やヘリウムガスの入った風船やバルーンデコレーションは納品地への空輸での発送や鉱山を経由する陸路での発送は行っていない。これは飛行機や高山経由による気圧の低下によるバルーンの破裂の恐れからバルーンショップが商品の品質保証をできないためである。ヘリウムガスなどのガスボンベ類も航空機の 輸送禁止品の危険物の一種、高圧ガス使用商品であることから、航空便で送ることはできず、普通は陸便もしくは船便での輸送が行われる。風船はコマーシャル玩具としての歴史が古いおもちゃであり、富山梅役の子供へのお土産の企業名や商品内裏の紙風船は明治時代には登場しており、ゴム風船の内裏技術も明治時代末期には、 日本国内で確立していた。一般に風船の内では最小のウィンットが設定され、半死多代も別途請求されることが多い。かつてゴム風船が普及する以前は動物の膀胱が球技や遊具、浮き袋などに使われており、サッカーやラグビーの球技もかつては膀胱ボールが使われている時代があった。また合成樹脂が開発され、 フィルムが製造される以前は、動物の生体膜は有力な膜素材であり、金箔を打ち伸ばし剥がすのに用いるゴールドビーターズ、スキンをはじめ、科学実験で用いるガス袋に膀胱の袋が普通に使われたほか、かつての公式飛行船の機能には、水素ガスを詰めた大量の牛や羊の腸や膀胱が詰められていたほどで、ある。しかし、 日本国内では豚を家畜として飼育する文化があった琉球、沖縄地方を除くと、膀胱ボールの遊戯の歴史的文化は見られない。ゴム風船は国家間の資源や製品の交流の増大を背景に、ゴム性能の高いゴム種の選定と、プランテーションによるゴム原料の大量生産とともに、ゴム原料を実用的な製品にするための下流、ゴム添加の開発や、 製法の技術革新、製造機械によるゴム製品の大量生産技術により今日の市場に大量に出回る玩具になっていると言える。その一方でゴム資源を大量に必要とするモータリゼーションを促し自動車産業の発展が玩具を普及に導く大きな原動力になったことは確かである。基礎的なものとしては1940年代のアメリカのモーグル計画で使われた。 ポリエチレン製気球がある。またアメリカ NASA が開発し1960年以降に打ち上げた風船上の受動型通信衛星のエコー衛星などがあるが民生用としては1970年代後半にアメリカニューヨーク式バレー団の公演用で用されたものが最初と言われている。その後1977年にアメリカのパーティーグッズ販売のアムスキャン社、 現在はその子会社となったアナグラム社がマイラーバルームを販売開始。また新英ゴムなど日本国内の企業も翌年には販売を開始し、日本では1980年代に縁日で UFO 風船などの名称で販売され普及した。またシューターバルームは1980年代に江崎グリーコの食品景品としてにわかに登場したことがあるが、 今日感染応援に用いられるものは1999年、平成11年頃登場し2005年、平成17年以降本格的に普及した。折り紙の紙風船は江戸時代以前より作られており、また紙でまりは工業イベントの便乗玩具として1891年頃に登場し、いずれも現在まで民芸玩具として長い生命を保っている。 夏季により熱せられた空気で浮き上がる熱紙風船は古くからアジア各国の風習で行われておりヨーロッパでは1783年のモンゴルフィエ兄弟が製作した熱気球が有人飛行に成功して以降気球ブームで熱紙風船が市販され一般市民が購入したり自作をして昼夜を問わず飛ばされたため火災も稀ではなかったと言われるまた 日本では1891年、明治24年に、風船乗り工業の影響で紙でまりなどとともに、熱し風船がブームとなったが火器を伴うために、火災の恐れがありブームはすぐに廃れた。日本の秋田県仙北市、西北町上日の木内で現在行われている、紙風船揚げの風習は、江戸中期に平賀県内が伝えたものと言われ、戦争で行事が途切れたことがあったが、 現在の行事は1974年、昭和49年復活したものと言われている。不要ガスを入れて使うものは、第二次世界大戦の末期に日本国内から主にアメリカに向けて飛ばされた風船爆弾があるが、1990年、平成2年に日本国内で起きた風船飛ばしの相次ぐ自粛の流れを受け、翌年以降環境風船として紙風船が再び、 脚光を浴びることになった。寺院の祝祭やお祭りなどに出展する敵やなどによる露天商のゴム風船販売は古くから行われており、単価売りをすることなく静かに販売を行う小店やおとなし店の部類の露天商の一つである。露天商用語ではゴム風船を地下、それに派生し、ガス風船は揚げ地下、水用用は水地下、大月風船は縦地下、 ケブエは、泣き地下、棒で吊り下げた風船は、棒地下と言われるように、ゴム風船販売が、露天商の取扱い商品の一つのジャンルを成していた。かつての露天商におけるゴム風船販売では一般に、風船単体での販売は行われず、空気で膨らまして、棒をつけたものや、ゴム風船の加工品のケブエ、水素やヘリウムなどの不要ガスを入れたガス風船の類では、 リーボンと女の子の顔が描かれた太陽柄の印刷物や鳥の形状や大きな二つの耳が特徴のうさぎ風船など様々な形状の変形風船の販売多く職人的バルーン販売のテキ夜により特徴的なタコ顔の丸い風船の上部に細長い風船を巻き付けて作られたタコ風船も販売されていたこの露天商販売のガス風船では可燃性の水素ガスが 昭和末期にかけてまで使われていたこともあり、古くは金属と反応させて水素を発生させる酸の入った硫酸瓶や化学反応させた水素を風船に入るための反応瓶。後年には赤く色を塗られた水素ボンベがガス風船販売につきものであった。しかし水素の発火の危険性は日本でも明治初期から すでに指摘されており、昭和30年代から50年代にかけての日本の高度経済成長下で、水素入りのガス風船やアドバルーンの発火爆発事故が、王し、消防署がガス風船がタバコなどの火を引き爆発するものとして消費者に注意を促したことから、ガス風船の販売は減少。不要ガスの不燃性のヘリウムガスへの転換とともに1980年代には、 ヒム素材のマイラーバルーンなども登場。以降マイラーバルーンのデザインの多様性と、性能向上による不要時間の長期化のメリットもあり、露天商におけるガス風船販売は、ゴム風船からマイラーバルーンが主流となった。1990年代には、タコ風船、2000年前後には、ウサギ風船も姿を消し、 太陽柄風船も作られてはいるものの露店では目にする機会は少なくなったが、その一方で露店商販売では現在ではバルーンショップの関係者もワゴン販売として露店販売に関わるケースも増えており、透明なティーバルーンなどのマイラーバルーンの中にゴム風船を入れたバルーンアート的な商品が販売されることもある。なお、棒付き風船はかつては 露天商で販売されている時代もあったが、現在でもマイラーバルーンでは市販されるが、ゴム風船では販売用商品となることは、ほとんどなく、もっぱら薬局、スーパー、クリーニング店、家電販売店、金融機関、飲食店、雑貨店など小売販売店の店舗装飾やイベントの来客者への無料配布用に使われたり、該当の募金活動の粗品として配布され、 手渡しのほか発泡スチロールの板に棒が刺されたり、専用の中上の重機に刺されていることも多い,い。一方、ガカシアでは、初心者向けのバルーンアート用のツイストバルーンや、専用のポンプも販売される店もあるが、一般には、玩具用風船の取り扱いが多く、タイガーインブランドの紙製の箱に入ったバラ売り用のゴム風船や3個程度ビニール袋に入ったゴム風船。 バルーンアートには向かない細長い風船やジェット風船、水玉風船などの取り扱いが多い。その一方で1970年代には、様々な形状のゴム風船が当たる風船くじも売られていたが、現在では販売されてはいない。1990年代初頭にかけて、落ちたゴム風船を野鳥が誤って食べて、窒息死するなどの理由により、 野外でのゴム風船の使用が減ったことがあったが、日本バルーン協会によれば、ラテックスを使用しているゴム風船は自然界で分解されるために、そのような事故が起きる可能性は極めて低いとされる。しかし欧米では、近年の複数の公的な環境調査により、日本近海にも生息し、絶滅が危惧されるおサガめの死体調査で40%近い個体の胃の中から、 プラスチック製品が見つかっており、胃の中から主食のクラゲを誤飲したと思われる、ビニール袋の他風船、タバコやお菓子の包装、釣り糸なども多く見受けられ、ビニール袋のような膜上人工物を消化管に詰まらせたことが、死因の火性の高い個体も多く見つかっている。また飛ばしたゴム風船の大体5から10%が破裂することなく、 原型を留めたまま地上や海に落下すると見られているが、海岸に打ち上げられる漂流、漂着ゴミとしてのゴム風船の近年の急増傾向も指されており、自然環境に大量に放出する行為は、海鳥や海生哺乳類などの野生生物の生命をも脅かす恐れがあるため、欧米ではビニール袋の投棄禁止とともに、 商業的な大量の風船飛ばしの行為に対する生物学者、生物、鳥獣保護団体、環境保護団体、環境教育機関が少なくない。またアメリカ、シンガポール、オーストラリアなどでは条例により商業目的の風船飛ばしの追日もしくは行為1回ごとの数量規制及び超えた場合の罰金制度が行われている地域も存在する。 オーストラリア・クイーンズランド州では一切禁止になりました。なお、日本バルーン協会は野外で話すための風船はゴム風船等の自然素材の風船を用い、風船も分解しやすい糸や紙紐、紙製のリボンを用いて吹き口を止めるようにすることを推奨している。イスラエルでは宣伝用の風船がレバノン南部まで到達し、住民が 化学兵器と思いパニックとなったこともある。ヘブライ語の文字が印刷された薄い緑色で吹き口が互いに結ばれて10個を1組にしてった。現地爆発物処理班により畑に移動後、爆破された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。